演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ミスタードーナツの新作お餅ドーナツの中から、この中レモンフレン、レモン餅フレンチ、小豆餅シュー、餅クリームドーナツ2種類、そして以前紹介したポンデちぎりパンの中でまだ食べていないこちら明太マヨソースと食べたいと思います。こちらのお餅ドーナツずっと気になっていたんですけど、もう商品がなくて、もう仕事が忙しかったり天気が悪かったりで、なかなかお店に行けなくて、やっと行けたんですよね。でやっと行けたんですけど、年収でなかったのですが、この悪天候で大変な思いをされている方もいらっしゃるというので、いう状況ですので、こうやって食べられるだけでも十二分にありがたいことです。というわけで本日はいつも以上に噛み締めていただきたいと思います。あ、でもレビューは容赦しませんからね、そことか誤解しないように。ではまずはこちらのポンデちぎりパン明太マヨからいただきたいと思います。ちぎりパンの中で一番主食要素が強いこちらのパン、どんな感じなんでしょうね。見た感じはちょっと香ばしそうな感じですね。中身はこんな感じになってます。どのあたりが明太マヨ？ではいただきます。味はぴったりなんですけど、やっぱりミストで出す商品じゃないような気がするというのは否めませんね。これはじゃあこちらの小豆もちシューとレモンもちフレンチだったかな。ちょっとこっちの方が新作っぽく独特なんですけど、ちょっと中身出してみよう。あれはあれだな、多分イーストドーナツの生地の上に乗ってる感じですね。でこのあんこなんですけど、ザラメ穴が乗ってる、ちょっと派手な化粧してるみたいになってるぞ。ではいただきます。さっくりとしたドーナツ生地とお餅の相性ぴったりですね。そして爽やかな甘さも、だけどちょっと甘さに偏りすぎ。はい、最後は今回の大本命大福ドーナツ。でもこれどうやって食べるんだろう。フォークとか持ってきた方がいいのかもしれないけど、でもそういうの出してないしな、お店だったら出してくれるのか。何が言ってるんでしょうね。ブツブツと、これはイチゴみたいですね。中心にそういうその観点が見えます。ではいただきます。おお、これは見事ですね。全てのバランスがいい、そしてさっぱりといただける。え、やっぱり自分が好みは、最初に食べたこのポンデチギリパン明太マヨソースは、明太子のピリッとした辛みが口の中にふわっと広がってきて、マヨネーズのほんのりとした脂もあって美味しかったんですが、やはり前回食べた2種と同様に、これをあえてミストで出す理由はあるのかなという部分がありますね。どうせだらポンデリングにこれ挟んでくれたらちょっと面白いようになったのになと思うと、わざわざパンにした理由は、そしてミスタードーナツで出す理由は、という部分がどうしても拭い去ることはできないので、これはこちらの点数とさせていただきます。そして小豆もちシューなんですけど、小豆もちシューはちょっともちっとしたドーナツのと、じゃあもちっとした牛皮とサクッとしたドーナツの相性はとても良くて、あんこの合わせもよく合っていたんですが、あんこは外側よりも中に入ってた方が食べやすかったかなと思いましたね。せっかくドーナツ生地があるのに、あとザラメも入ってますけど、あんこの甘さだけで十分甘さは足りているので、ちょっとザラメを入れてしまったことで甘さがくどくなっているような感もありました。なのでもうちょっと甘さ控えめでも良かったかなという部分もありましたので、こちらの点数とさせていただきます。続きましてのレモンふかすもちフレンチは、レモンのさっぱりとした爽やかな酸味とお餅の食感がフレンチクルーラーのサクッとした生地と非常にマッチしていましたね。レモンのさっぱりとした酸味、そして上のお餅の上のグレーズの食感もとっても良くて美味しかったです。こちらはグレーズが入っていて良かったですね。なのでこちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べた餅大福ドーナツ2種類は、どちらもイーストドーナツ、先ほどのアンシュードーナツと同じですね、の上にクリームといちご、レモンのそれぞれのジャムが乗っていました。
で、牛皮がかぶさっていたので、ちょっと手で持って食べるのは食べづらいかなという部分もあったんですけど、食べてみると、先ほどのもちっとした牛皮とドーナツという部分、共通の部分に加えて、さらにイチゴとレモンの甘酸っぱさを感じることができて、とっても美味しかったです。あんこよりもこっちの方が良かったので、やはり先ほどのあんこの味、ちょっと甘い方に偏りすぎたかなっていう感が余計に出てしまった気もしましたね。まあこれは食べる順番の問題でもあるんですけど、で、あとですね、いつもだとイチゴの方がいいんですけど、まあそんなにイチゴひいきしてるわけじゃないんですけどね、今回の場合はイチゴとレモン両方食べ比べで、レモンの方がより爽やかな酸味という形で美味しかったですね。こういうのには他が甘いので爽やかな方が合うのかもしれません。というわけで、イチゴをこちらの点数、レモンをこちらの点数とさせていただきます。というので、ブスドのもちクリームドーナツ、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。それで残り2種についてもまた機会があれば見つけて食べてみたいと思います。でも本当こういう時期ではこういう風に食べられるだけでも本当にありがたいです。それで春の日やすっとこどっこい、この日まで、いつまですっとこどっこいやってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると嬉しいです。塩分永遠。先日食べられなかった桃地シリーズ2種類を食べに来ましたら、なんか他にもこういうリバイバル商品とか、ここでこの店舗でしか見られなかったチョコレート商品がありましたので、これらも買ってみました。これら美味しそうですね。それはまずはこちらのリバイバル商品の卵サラダからいただきます。こんなの販売されてたんですね、初めて知りました。そして卵サラダ、やっぱり美味しいな。カレーはちょっとありきたり。次はチョコレートのサクサク品、こちらのホワイトアーモンドチョコレート、こちらが宇治抹茶チョコレート、そしてこちらが宇治抹茶チョコファッション、なんか前に言ったような気がするな。まあ、いっか。ではいただきます。チョコレートは確かに感じるんだけど、トッピングが少し地味かな。もう一パンチ欲しい気がしますね、これは。はい、ラストは先日食べられなかったこちらの餅ショコラと餅ストロベリーのポンデリングですね。ポンデリングと餅、こちらの餅なんですけど、ね、どういう風になるのかな。確かに中にちょっと見えづらいですね、餅見えますね。これ中身にしようと思っても多分伸びになるだけなので、もうこのままいっちゃいますね。ではいただきます。もっちりとしていて美味しいんですけど、甘酸っぱさがいいな。カレーパンの卵サラダ、こちらもサクッとした生地の食感と中のカレーのピリ辛さ、卵サラダのアメパンスの味があったのがありますね。どちらかというと卵サラダの方が周りを揚げているイメージがなかったので、ちょっと新鮮でしたね。この商品、卵サラダの程よい甘さがあって良かったですね。というわけでカレーをこちらの点数、卵サラダをこちらの点数させていただきます。お店で食べると温めて出ることもいただけるようですが、自分はもう、まあ、この時期なのであえて熱くなった方がいいかなと思ってそのままいただいてしまいました。興味のある方は温めてくださいね。でチョコレートの3種類は、確かにチョコレートの味はちょっと、トッピングの味はちょっとはするんですが、あんまりそこまで効率に来るのは初めなかったな。普通のチョコレートにちょっと変化があるかなぐらいの、なので変化を期待してしまうとちょっとかもしれません。普通のドーナツにちょっと重ねていくと思うと美味しいですね。ただもうちょっと変化欲しいかなという部分がやっぱり出てきてしまいましたので、これはアーモンドチョコレート、宇治抹茶チョコレート、宇治抹茶ファッションにつきましては、いずれもこちらも点数とさせていただきます。そして最後に今回の本命であったもちポンデリングのプレーンとストロベリーチョコ、どちらももっちりとしたポンデリングの生地の中にまた違うもっちりとした食感があるお餅が入っていて、とっても美味しかったです。食感がやっぱり違うんですよね。なので2枚という相乗効果を出しているそういう感じでした。ただ上のシュガーがボロボロ崩れてしまうのがどうにも、個人としてはストロベリーチョコの方が甘酸っぱさが入っていて若干変化があって良かったですね。というわけでプレーンの方をこちら
その分もこちらのペースとして入れてみます。今食べられるかなと思って不安だったんですけど、食べることができてよかったです。本当に感謝ですね。ごちそうさまでした。それご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、お口してよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブ。